では今回もですね、検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグで動画の方を発信していきます。これはですね、私たちが小学校とか中学校で教わる教科書なんですけども、中央に国民ってのがありますよね。これが主権者になってます。私たちが主権者であり、国民は内閣に世論という形でね、まあいわゆる圧力をかけたりとか指示をすることができます。気に入らない方はね、選挙で落としたりってことができるわけですよね。で、国会に対して選挙をそれで持ちかけることができたりとか、それからそれ上の方向ですね。で、右の方に行くと司法に働きかけて、いろんなね、公正な裁判をお願いすることができるということで、三権分立と。そういうふうに、私たち国民を中央にして、上の方に立法があってね、で、左の方に内閣があって、それで右側に裁判所ってあって、この三つの権力ってのが、それぞれをお互いを牽制し合って釣り合いが取れてるから、国民の主権が守られているって形になってます。注目するのは、国民が、左側ですよ。世論によって、黄色い丸の中にある行政、内閣に対してですね、いろんなことを要求できるっていうふうなことですよね。ですんで、内閣とかっていうのは、行政っていうのは私たちの、まあ、部下に当たるわけなんですよね。私たちが税金というお金を払って雇っているわけです。私たちが主権者であり、内閣っていうのは、まあ、いわゆるね、雇われ店長というふうな、ね、言い方をされる方もいますけど、そんな感じです。はい、それがですね、官邸のホームページを見ていくと、こういうふうになってます。まず、ね、左側見てください。内閣っていうのは、行政権を行使して国民を拘束しているという図が見えますよね。矢印が反対になってます。もう一回上行きますよ。矢印は世論という形で、ね、内閣の方に向いてますけども、反対の方に行政がね、こうやって矢印を出してるわけなんですよ。まあこれ好意的に見れば、確かに内閣っていうのは行政の力を使って国民に権利と義務を与えてるっていうふうな解釈も成り立つんで、一方的にね、これ変な図だぞっていうこともできないんですけども、ただね、最近の、このね、内閣の動き、特に官邸とかね、安倍総理を中心とする数人の人たちの、動きを見ていると、このね、内閣っていうのが行政権を使って国民を奴隷化しているように解釈せざるを得ないなっていう風なね、そんな解釈も働いてしまうんですよね。嫌になっちゃいますよね。まあ、ですんでね、普段の行動とかをね、もうちょっと私たちは監視しなければならないなということです。で、セロンっていうものを使って、セロンというのはツイッターとか、こうやって YouTube とか、これはノートですけども、ノートっていうのを使って声を上げていくってことですよ。私たちが何もしなければ何かをする人の思い通りになっちゃうんですよ。私たちが何かをすることによってそっちの方向に向かっていくんですよ。うん。本当これはね、諦めずに続けた方がいいです。自分が頑張ったところで、自分がツイッターでリツイートしたところで何も起きないと思うでしょ。でも、その自分の力はどうってことない、大したことないっていう人が1万人とか10万人とか100万人集まったら大した力になるわけなんですよ。うん。だからね、どうせ自分なんかって思う気持ちが100万集まると本当にどうせになるんですよ。だここがね、本当に大事なところですよ。小さなところから積み上げていって、権力を握る人がいるんですよ。ね。そして私たちも、その権力を打倒するためには、小さな力を積み上げていくしかないんですよ。誰か力がある人がやってくれればなんて思っちゃダメなんですよ。で、今日の動画のね、締めで、こういう言葉は私の大好きな言葉があるんで、それでまとめたいと思います。一人の100歩より、100人の1歩ってことなんですよ。今こそこの言葉にね、耳を傾けて、忠実に、心に置くべきではないかなと思います。いいですかね。一人の100歩より100人の1歩です。同じ100なんですけども、力のある人、有名人がやってくれることを期待する一人の100歩ではなくて、私たち普通の人が一歩ずつ踏み出すことによって、100歩っていうのを作った方が、エネルギーはね、すごく使えるんではないかなというふうに考えているんですね。はい、それでは本日は以上です。